おはようございます。やんちゃです。2024年11月16日土曜日の朝です。しょ、タイマー15分。はい、お願いします。今日ちょっとけん玉と運動お休み。なんか疲れちゃったいや、そんな理由でお休みしていいのかっていう問題あるんですけど、まあなんかいいかな、土日はいいかなっていう気がしてきた。なんか毎日やんなきゃいけない、まあ毎日やんなきゃやりゃいいんですけど、なんていうんですかねその端的に言うと毎日やるのがしんどくなったっていう話ですね。あと寒い、なんかただ寒いのを理由にやらなくなると、じゃあ冬は全くやらないんですかっていう話になっちゃうから、あんま良くないとは思うんですけど、あとやらない理由、そうですね、無理やりひねり出すとすれば、今なんかちょっと首が寝違えてて、ちょっと運動したくないんですよね。首が、なんだろう、まあよくある寝違いなんですけど、はい、あのなんだっけ、マッサージガンでその首とか脇の下とかをこうマッサージしまくったんですけど、全然改善しなくて、まあ、一説によるとマッサージしまくってるのが悪いという説はあるそのあまりにもマッサージガンでやりすぎて筋が傷んでいる可能性もあるんですけど、はあ、何もわからない。首寝違えた時にね、治す方法、なんか脇の下からその首の筋につながってるところをほぐすといいらしいって聞くんですけど、それでスッと治る時もあれば全然ダメな時もあって、今回は後者ですね。しかしなんかあっという間に週末来ましたね。なんか一瞬で来る、ほんと。この土日何しようかな、なんかあんまり決まってないんですよね、この土日の予定は。日曜日はなんちゃらアイドルのワンマンライブがあるんで、まあそれに行ってくるんですけど、それ以外はこの土日予定があんまない、うん。まあ明日ワンマンライブ行くってことは散歩する時間がないかもしれない。散歩してその足で行く、渋谷らままにみたいな感じになるとすると、どうしようかなっていう感じはしますよね。今日のうちに散歩に行っておく、まあなんかその方がいいか、ちょっと考えますか。今日ちょっとやりたいことあって、あのコーヒーの豆が尽きてるんで、コーヒーの焙煎はやろうかなと思います。面倒ですが、600g 600g 今ちょっと台所が空いてないから、はい、これで撮影が終わって戻って編集アップして昼ご飯食べたら多分キッチンが開くと思うんで、そしたら焙煎やろうかな。はい、生豆だけがねどんどん溜まっていくので、一応今5キロぐらいあって豆がで5キロあるともう、そうですね、1回焙煎して 600g だとして、8回分ぐらいあるから、もう半年以上分ぐらいあるんですよね。なので一回発注は止めてて、あのアマゾンの定期便で生豆を送ってくるのは止めてます。今ちょキリがないんで、溜まっていく一方なんて、やっぱりあの手回しでガラ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 って言って焙煎できる機械が欲しいんだよな。あの岩谷のガスコンロにくっつけて 手で回すと
焙煎できますっていうグッズが今まさに切望されているそれが欲しすぎる。今日マジで話すことあんまなくて、何やってたかな。私アニメを垂れ流してましたね。アニメ垂れ流してて、何を垂れ流してたかっていうと、ログホライズンっていうアニメを久しぶりに流してました。やっぱあれ面白いですね。ネットゲーム MMORPG みたいなやつの世界に閉じ込められちゃったっていうやつ。ソードアートオンラインとかああいうやつと全く同じ全く同じって言ってしまっていいのかわかんないですけど、まあ全く同じですね。全く同じやつ。はい。それでどうしよう、なんかこの世界から出るにはどうしたらとか、この世界で何ですか、閉じ込められた人たちをどのようにこう統制していくかとかそういう話を延々とやってるアニメなんですけど、 Amazon プライムビデオで今一期だけ見られる。あれ Amazon プライムビデオなのかな、あれ D アニメストアなのかな、ちょっと分かってないんですけど、はい。それで一期だけ見られるんだよな。確か2期もあったはずなんだけど、続きが読みたい、読みたいっていうか続きが見たいんですけど、3期とかあれなんですよね。確か作者の人が脱税かなんかで捕まったか、追徴課税かなんかになったか、重加算税取られたかなんだかちょっと忘れましたけど、脱税でスキャンダルがあって、そっから一回なんか活動自粛してるんですかね、ちょっとよく分かってないんですけどね。脱税まあ良くないっちゃ良くないんですけど、脱税はまあ、うん、まあ払ってもろて追徴課税とか重加算税を払ってもろて、それでもう手打ちでいいんじゃない。脱税はダメなのか、申告漏れはダメで、あ、じゃあ申告漏れはまあ払えばよくて、脱税意図的に脱税したってなると逮捕されちゃうんだっけ。うん、まあそうですよね。その差がよく分かってない。なんか意図的に徴税を逃れようとしてちょろまかしたみたいなやつは国からお金を盗んだのと同じなので、はい、結構重い罪で投獄されるんですよね。そのログホライズンの作者の人がどっちだったかちょっと忘れちゃったんですけど、確かなんか脱税だか税金申告漏れだかちょっと忘れましたけど、税金関係のスキャンダルがあった後止まってるので、なんとか再開してほしい。結構ありますよね。なんだっけ、この間薬屋、薬なんだっけ、薬屋の独り言みたいななんだっけありましたよね。薬屋の独り言っていう作品があって、それのコミックを書いてる人、薬屋の独り言の作画を担当する猫クラゲさんが2019年から21年にかけての所得およそ2億6000万円について申告せず、所得税およそ4700万円脱税。うん、脱税っていうか全く確定申告してなかったっぽいんですよね、これねこれ全く確定申告をしないのは絶対脱税っていうよりは、なんかほんとそういう手続きが破滅的に苦手な人っていう感じなんじゃねえのとは思うんですけどね。絶対バレるじゃないですか。なんか脱税してやろうと思う人が、よしじゃあ脱税の手法として確定申告をしないことを選ぶぜって絶対ならないと思うんですよね。脱税っていう、なんていうの、意図的に脱税するっていう知恵じゃないんですけど、なんていうんですか、意欲があって方法論を考えるときに
よし、確定申告しさえしなければよいに違いないって思わないじゃないですか、普通。だから3年間ぐらいですか、3期分ぐらい確定申告しなかったっていうのは、単に本当にしなかったんだろうなってわしは思ってるんですけど、真相は分かりませんけどね。はあ、もっといい方でも、言うて3年3期申告しなかった期間にバレてないのすごいですよね。その3期、うん、3期逃れられてるわけですからね。はい、4年目でようやく税務調査が入って、いやいや全く確定申告してませんよねっていう。というのもあれですよね、多分出版社から報酬が振り込まれたりしてるはずで、出版社はその支払い先としてその先生、作画の先生に支払ったっていう証跡が残っているから、じゃあこの支払いが向こうでどう納税されてるか調べてみましょうかっていう、そういうトレースでバレますよね、絶対ね。いつかはたどられてバレる、うん、はあ、だからちゃんと税理士の人に頼んでおけばいいっていうことだったんですよね、きっと、うん、ちゃんとやった方がいい。わしもちょっと今年、今年度はあの開業届を一応出したので、売り上げがほぼないんですけど、その開業届を出した分、なんか確定申告をしなきゃいけない。今ちょうど会社で年末調整をやってるんですよね。年末調整をやってて、でなんか住宅ローンのあれとか全部入力して出したんですけど、この状態から確定申告するときにはわしはどうすればいいの？源泉徴収票が最終的に出てくるから、それを使って年末調整した分は一つの、なんて言うんですか、ブラックボックスとしてその差分を確定申告すればいいんですかね。ちょっと全然よく分かってなくて、猫クラゲ状態になりそう。猫クラゲ状態。でもやらないわけにいかないんですよね、多分ね、開業届を出した以上は。だからちょっと今から緊張してますけど、なんか今のうちにやっといた方がいいこととかあんのかな。なんか入金と出金の記録をまとめといた方がいいかな、今のうちに。ちょっとやらないとね。はい、こんな感じでしたと。何がそんな感じだったのか分かんないですけど、ちょっと心構えができた今。はぁ、今日明日みたいな、なんかあんまり予定ない時に今後の予定を詰めておくといいんでしょうね。そのマイナンバーカードの証明書の更新とか、あと確定申告の準備とか。でもそれぐらいか。あとあれか、忘年会の会場の予約とか。なんか来週からすごい毎週のように予定が詰まってる気がする。やばい、来週でしょ、どうなるかな。今日16でしょ、月曜別になんもない、カーもない、水曜渋谷 RB 忘年会、21日会議オンレイルズ事後勉強会、あのライズアップ。ライズアップ、会議オンレイルズ事後勉強会、多分これが目打ってるやつでは最後ですね。そして22日モリスナイトボリューム5。モリスナイトって何？いや知ってますけど、なんだよって感じですよね。で来週は25日になんちゃらバーイベあるけど、ただなんかそのバーイベね、前無人島とか言ってましたけど、なんか
東新宿ラブ TKO っていうライブハウス兼バーみたいなところで、最近なんちゃらアイドル界隈はバイベをやってるんですけど、これがね、その24時から朝5時までみたいな感じなんですよ。24時から29時までみたいなやつだから、ちょっと最近参加できないんですよね。もはやなんか朝まで飲むぞみたいな場合にもう無理になってきちゃったっていうか、はあ、だからちょっと行くかどうか分かりませんね。で26日浅草 RB なんかドリンクアップがあるらしい。で28日 Google クラウドユーザーグループ東京の5周年クラウドラン5周年だって。クラウドランっていう便利なのがあって、まあ、それが5周年、まだ5年しか経ってないですか。そんなことある？クラウドラン5周年、10年前ぐらいからなかったっけ。え、クラウドランまだ5年しか経ってないの？そう、意外ですねっていう話を多分するんでしょうね。はい、みたいな感じかな今月。はい、月内は結構予定詰まってますよね。で12月はなんかルビーワールドカンファレンスとか、なんちゃらの大阪みそのユニバースとか。大阪みそのユニバース行くのちょっと今検討してて、12月11日なんですけど、12月11日の朝一で成田空港からあのローコストキャリアで往復で1万2000円みたいなやつある。往復1万2000円マジかよって思って。ただ成田まで行かなきゃいけないんで、成田までの交通費が3000円ぐらいかかるんですよね。だからそれ6000円足すと1万8000円ぐらいですか。それでも安いですよね。そんなんで行けちゃうんだっていう。問題はなんか荷物があんまり詰めなそうっていう。普段使っているリュックサックがもしかしたらいけないかもしれないですね。ちょっと寸法が書いてあったから、寸法通りにして、なんか重さも7キロまでとか、なんかちょっと詰めないと入れないかもみたいなのがあって、で週末鮭オーケストラ、鮭オーケストラがついに全国を車で放蕩する生活をやめるらしいんですよね。鮭オーケストラっていうシンガーソングライターは私が好きで結構見に行ってるんですけど、その人がもう4、5年ぐらい全国を車で回りながら、毎日のようにどこかのライブハウスでライブをやって、おひねりで生活してるみたいなやつやってたんですけど、それをついに終わるぞということらしいんですよね。はい。で19日やんちゃクラブ忘年会、20日足立区基本計画打ち上げで、なんか26日に社員旅行あるらしい。やばい。で27日帰ってきた後、ジャムジャムガッシャーズ解散ライブなんかジャムガシャっていう、まあ、地下アイドルがいるんですけど、どうやら解散するらしいので、ちょっとそれを見に行くって感じですか。いやー、はい、やばい、もう年末に差し掛かってきているその今年終わりそう。はー、いい年でしたね。はい、それはそれとして、完全に全く話が変わるんですけど、あの今ニャンコ大戦争っていうゲームの12周年イベントっていうのが始まってて、それをなんか結構やってます。はい、なんか特殊ルールで限定ステージみたいなやつがあって、すごい楽しいなんかもうほぼアップデート待ちみたいな状態になってたので、新しいコンテンツが来ると結構嬉しいんですよね。いやー、これで年末のガチャに向けて、あのガチャを引くためのチケットを貯めるのがはかどりますね。はあ、マジで何も今日話すことないな
ちょっとちゃんと活動して明日は話すことがあるようにしよう。じゃあこんぐらいで終わりますか。バイバイピッ。